せーの、みなさんこんにちは、イケテルです。ジョンです。今日もよろしくお願いします。ですね、今日イーちゃんからプレゼントをもらった帽子、イケテルハングル書いてるんですね。じゃあハングル勉強してる方、ちゃんと勉強しましょう。じゃあ、いいですね。サガジ。サガジの意味は、わがまま。わがままですね。ここは、サーラ、インネ。生きてる。生きてるです。じゃあ、今日ですね、皆さんと、韓国に住んだら、不便なこと。ことについて話していきたいと思います。そうですね、韓国はもちろん住んだらいいこともたくさんあると思っているんですが、住んだらちょっと不便なこともあると思っているんで、その対してちょっと話してやっていきたいと思います。じゃあまず1番、一人ご飯。ご飯ですね、一人ご飯。ちょっと一人ご飯がちょっと難しいのがありますね。そうですね、どう思いますか？やっぱり韓国では結構テーブル席が多い感じがするんですね。それでちょっと一人で入りづらいっていう、そういう店もあるし、まあ韓国人はまあ文化っていうか、まあ2人か3人でご飯を一緒にする人が多いから、ちょっと一人で食べるのはまあおかしいかな、変な人って思われることもあるんですけど、最近はちょっと変わってるんじゃないですか？そうですね、だから今はもちろん韓国も一人ご飯ができれるように、それでまあそういうお店もあるはあるんですけれども、日本に比べたらそう少ないんですね。もちろんそれはちょっと、それでだからちょっと一人でご飯食べに行ったらなんとかちょっと気まずい、恥ずかしいとか、店からもなんとかそういう見られちゃうこともあるはありますね。だからなんとかちょっと不便なそういう気持ちができる、そういうことがありますね。そうなんですよ。と三角サルとか、もう焼肉、基本的に一般的にはもう2人前から3人前からスタートなんですね。だから僕も一人で食べに行ったんですけど、お店からなんとなく「え、一人なんですか？」入ってもう食べるは食べたんですよ。でもやっぱし量も多いし、値段もなんとなく高くなることもありますね。そうですね、そういう一人ご飯がちょっと少ないから不便なことがある。2番目、2番、差し出がまし。差し出がましなんですね。これ韓国語でオジラって言うんですね。オジラ、どう思いますか？私そんなことはないんですけど、本当に周りから結構うるさい、っていうか、まあ人情があって気を使ってくれるのはありがたいんですけど、もうちょっとひどすぎるところもあるんだなって思いますよ。そうですね、これが韓国人だったら韓国人いつもいっぱい言うんですね、こういうことに。相手は特にいらないけど、シュッとなんかもっとなんかする、話やご飯も、お腹いっぱいなのに、なんとかもっと、食べて、お酒もそうだし、なんとなく、ほとんどいっぱい、いろんな文化に入っているんですね。留学しに来た外国人とか、うちの日本の友達とか、そういう友達さんとかも、よく言うてることが、そういう韓国人、特にあんまりいらないことなんだけど、これがいっぱいあるからちょっと不便なんですよっていうのが多いですね。でももちろんそれが人が全部わけじゃなくて、それぞれそう違うから、そういうことをちょっとちゃんと確認してください。韓国はそういう愛情
愛情ですね。愛情を持ってそうなんとかもっとあげたいとなんとかもっとそうしたい、そういう気持ちが多いから、でもそれが激しくなってそっとこういう、差し出がましになっちゃう、そういうこともありますね、ありますね。あ、3番目、車がなかったら負け犬。負け犬、いやこれどう思いますか。韓国ではルージョって言うんですけど、ルージョって言うんですね、うん、直訳すると負け犬って、まあうん、そういう表現なんですけど、車がないとなんというかちょっとまあ男が車がないとちょっと振られる可能性は 100% ぐらいかな。まあそういうことかな、多分。言いますね、오빠차없어、車없어、없어요、ですね。それが車は便利なのは便利であるはあると思ってるんですけれども、意外と面倒くさいやそういう不便なこともあるありますよ。それだから仕事本当にちゃんと行くそういう場合は車じゃなくて電車で行くのが多いんで、電車は本当に時間本当にちゃんと間に合えるんじゃないですか。そうです、ね、だから車じゃなくて電車乗って行って、だからみんな普通にそうですね、何で来ましたか、何で来ましたか、そうしても電車バスそう来たらなんとなくそういう、さっきこういう言ったのがさっき言ったので、車なかったらなんか負け犬みたいにそういう感じになっちゃう、そういう雰囲気があるはありますね。でも僕は本当に車は本当に必要な時、そういう時使って週にいろんな電車やバスやそういうの乗った方が、それは本当に日本で東京で僕見たらそれは本当にいいと思います。車は、まあ、デートだけいいじゃないんですか。車ないんだよ。こっちも。でもそういうことでちょっとなんか不便な気持ち、そういうことがありますね。いろんな韓国のなんとか周りの視線、そういう問題からそういうできる不便なことができることなんですね。じゃあ四番目、地元の意識が強い。なんですね、これなんですね。じゃあどう思いますか。結構地元意識が結構強いところがあって、なんというかもうそこで仲良くができないか入れないみたい、本当にその従うべきか、で自分のやり方ではもうダメとか、その地元を 愛してるのは分かるんですけど、意識が強すぎて不便なところもあった気がしますね。そうですね、そうですね。ソウルとかはちょっとこれ、もちろん少なくなったんですけども、ソウルもちゃんとあるはある場所はありますね。そうですね、そうですね。ソウルじゃなくて他のいろんな田舎の町とか本当に遠い場所、そこ行ったらそれ本当に強いのイメージがいっぱいありますね。僕も韓国人としても、他の本当にもう釜山とか本当にいろんな、まあそういう町に行ったら、ソウルから来たんだ、ソウルから来たんだって、そういうイメージとかいっぱいありますね。結構言われてるし、そうと外国人とか、そうしたら外国人、韓国人、そういう地元の意識がちょっと強いの、そういう町、それがあるありますね。もちろんこれも世界どこでもあると思ってるんですけれども、と韓国でそういう地元の意識が強い、そういうことでやるとちょっと不便なこと、そういうことがありますね。そうですね。じゃあ1番ぜひ、5番何だと思いますか。너몇살이야 내가형이야내가형이야すいません그래ですね何としても도시도시
これ韓国はいっぱいありますね、ありますね。こういうことはですね、ちょっともういいこともいいことであると思っているんですけれども、これで不便なこともたくさんありますね。ちょっと話なんとなくしても、お前何歳の、お前何歳の、韓国はそういう上下関係とか、そういう先輩怖い、そういう相手がちょっときついんじゃないですか。もう一切そういう違いでも、先輩とか兄貴とお兄ちゃん、もうそうなってるんで。だから下の人が何と言っても、いやどぶさりや、もう何歳なの、何歳なの、そういう、それが他の国より本当に強いですね、韓国は。じゃどう思いますか。そうですね、一応まあ韓国で最初会った時、ちょっと年を聞いて、あ、自分より下だったら、うん、ちょっとまあ話をやりやすくする感じもあるんですけど、特にまあ年下だから可愛がってくれることもあるんですけど、ちょっと不便なことは、年下がその年上の人の従わなきゃいけないことがちょっと不便なところもあるんですね。ね、そうなんですね。末子ですね、なんとかそこのなんとか組で末子とか、うん、あの一番の年下とか、うん、そうしたら、いつもその子はいろんなことをやらなければいけない、そういうこともたくさんあるし、話せない、話せない、そういうこともありますね。そうです、うん、僕はそこの仕事とかそういうことでいっぱい、いやー、一も僕は一も下だったんですよ、当時が。あの先輩や、先生とか、すごく多かったんで。いやー、毎日洗い物、洗濯物、いっぱいしてたんですよ。でももちろん、そうすることもいいはいいんですけれども、なんとか言っても、お前何歳なの？何言ってるの？ことはありますね。先輩になっても、ちょっとそういう大変なこと、不便なこともありますね。そういうことも、いつもそう言ってるんじゃないですか、オッパ밥좀사줘요とか、선배밥좀사주세요とか、なんとかそう言われたら、そういうなんとなくオッパとして、先輩として払わなければいけない、そういうことにちょっと不便になるし、こういう投資のことで本当にいいことや、本当に上の人をちょっともう支えることや、もう下の人を本当愛してる、そういう気持ちもたくさんいいことであるあるんだけど、本当に良くないことで、そういう不便なこともできる。ことがこういうことなんですね。そうですね。そうですね。そうですね。じゃあこういうことで韓国の生活が不便なこと、不便なことをちょっと言ってみました。じゃあこういう不便なことを言ったのは、皆さんがこういう文化があるから、ちょっともっと楽に韓国で留学や長い旅行とか、楽しい生活になれるようにちょっと話したことなので、こういうことをある時にはどうしたらいいか、もう一回ちょっと考えたら楽しい生活になると思います。生きている韓国の友達さんはこれでみんなが不便だと思っているから、もっともっと本当に自分の愛情を入れてから、相手が気楽にそういうできるように、そうしたら彼女彼氏できるんじゃないんですか。じゃあ今日はここまでです。じゃあ今日も皆さん役に立ちましたら、チャンネルドバッとかたらいいね、そうしていただいたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ皆さん今日もありがとうございます。じゃあまた会いましょう。
おい、おい。